お題戻りますか少し。はい、何でもどうぞ。多分大川さん CM も出てるし、あと番組も結構出てるじゃないですか。特訓番組そうですね。去年多分6番組ぐらい出ましたよ。マツコさんとかにも認知されてるじゃないですか。そうなんですよ、あのマツコデラックスさん。はい。でそれでなんか街で声かけられたりするんですか。正直ね、はい、ちょこちょこあるんですよ。あでも第一段階としてなんかあの人ずっとこっち見てんなっていうのがあるじゃないですか。あるんじゃないですかって僕らないですよ。あそうそうそうでそれで中には、はい はい、そのあと声をかけてくれる方もいて、うんうん、最近だともう去年ですかね、あの親戚と街でご飯食べてて隣の席に結構若いカップルがいたんですよ、うん、でそのカップルが帰る時におもむろになんかその僕に近づいてきて、はい、あのフリー素材のお母さんですかって言われて、すごいねすげえ、はいそうですって、えなんで知ってるんですかって聞いたら、はい、なんかテレビで見たことあるっていうのと、うん、あのフリー素材を使うんじゃなくてなんか好きな YouTuber が大川さんのフリー素材よく使ってますって、すごい最近あれなんですよ、 YouTube でよく見ますって言われるんですよ、うんうん、だその例えばゲーム配信の人とか、あとはなんていうんですか、なんかこう写真をスライドショー的に使ってなんか面白い、うん、動画作ってる方とか結構僕のフリー素材使ってくれてるんですよ、はい、見つけるじゃないですか YouTube で僕のフリー素材使ってくれてる YouTuber の方、あ岡さんが YouTube 見てる時に、ね、はい、でその人の SNS のアカウント探してお礼のメッセージを送るんですよまたあのいつも使っていいんで使っていただきありがとうございますって、それちゃんとメッセージで送るんです、やっぱりその感謝の気持ちを。え帰ってくるんですか。帰ってきますし、なんか皆さん喜んでくれますよ、なんかまさか本人から連絡いただけると思いませんでした。いや思わないですよね。僕あれですもん、そのバナー広告もよく使っていただくじゃないですか。うん、そうですね、はい、で見つけた時にそのバナー広告クリックしてどの会社が作ってくれたのか見て、その会社に連絡して直接会社までお礼言いに行ったことも何回かありますよ、うん、営業的な感じじゃなくて、いや普通に単純に僕お礼を言いにって感じですね。おでそれが仕事になるとかならないとか関係なしに、関係なくて嬉しい、やっぱ感覚的に嬉しいもんなんですか。いや嬉しいです、やっぱりその自分たちがもう手探りで始めたことで誰かの役に立ってるってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、いや嬉しいですよ、嬉しいです。それやっぱフリー素材モデルって一番のやりがいだと思うんですよね、はい、人の役に立ってるっていうのが、いつも使ってますとか、うん、もうもちろん嬉しいですし、街で言われた時もすごい嬉しいですよね、そう使ってくれてるのも嬉しいですし、うん、嬉しいですね、見てくれてるだけでもすごい嬉しいですね。いやめちゃくちゃ使われてるけど、すっごい大川さんの写真めちゃくちゃ使われてるんだけど大川さんの名前がどこにも載ってないんだよね。だから街で見かけて、あ、YouTube でよく見る人だで終わるよね。あと街でよくあるよくある反応が、はい、街とか電車の中とか、はい、あとご飯屋さんとか、はい、その、はい、結構その泊まってる場所、泊まってる場でよくあるのが、はい、例えば電車だと反対側に立ってる人が、まあ、2,3 人でそのグループでいて、スマホを、はい、1人がスマホを残りの2人見せながら僕の顔チラチラ見てるっていうケースが結構あるんですよ。おそらくこれフリー素材のあの人じゃないみたいな感じで見せてると思うんですけど、そういうのはありますよ。え大川さんどうするんですか、そのなんか素振りするんですか、芸能人風な。いや何もせず、例えばそのエゴサーチして電車で大川さん見たとか、はい、なんか電車で大川さん見たって同じ車両に大川さんいるってツイートしてる人がいて、はい、その場でキョロキョロしたらなんかその人と目が合って挨拶したりとか。すごい。あとあれですね、近所の歯医者に行った時にロビーで話しかけられたこともありましたね。大川さんですよねって言われて、いつも使ってますと、はい、いつも使ってますよ、すごいですね、はい、それ歯医者で言われると、いつも使われてますみたいな、あそのすげえ、同じロビー待ってた患者さんに言われましたね、うんうんうん、ありがたいですね、そうやって声かけてくれるっていうのは、あなんかすごいサービスなんだなって、いろんな人を幸せにしますよ、奥さん。いやしてるんですね、なんか嬉しいな。いや逆になんか大川さんプライベートないじゃないですか。そんなことないですよ、まだそんなね、仮に僕がね、はい、トム・クルーズだったらどこ行ってもお騒ぎみたいなことになっちゃいますけど僕はただのフリー素材、トム・クルーズもなかったですもんね、ただのフリー素材モデルなんで、別にね演奏は一切しないですね。あしないんですか。だって僕クラスの人が変装してたらアホみたいじゃないですか、なんかあいつ調子に乗ってるなとか思われますよ。あ逆にね、逆にね、帽子かぶってて大川さん見たんだけどっつって、なんか俺だったら恥ずかしいじゃないですか、なんか普通にしててエゴサーチしてフリー素材の大川さんいたってのいいですけど、なんか、はい、バレたくないからって言って帽子深くかぶってマスクしてるのに
大川さん見たってツイート見つけたらなんか恥ずかしいじゃないですか。恥ずかしいですよね。そこまで、あれ、そんなに超有名人でもないのに、そこまで変装してる自分も恥ずかしいじゃないですか。ないですかね。それこそ別に僕さ、あの、山田孝さんと一緒に街歩いて、はい、パニックになったことないですから、山田さんクラス。別にこれ山田さん悪く言ってるわけじゃないですけど、山田さんクラスでね、街がパニックになるわけじゃないんで、別に変装したりしなくていいんじゃないですか。ね、普通にナチュラルに飲んでますよね。ナチュラルに飲んでます。ね、すごいですよね。なるほど、面白いもんですね。いやでもなんかそこまでぱくたそがこうありがたられてるっていうか、ね、多分あれですよ、我々が言ってる以上に、はい、あの、うん、世のため人のためになってると思いますよ。なってるんですね。なんか嬉しいですね。いやさあ運営側だからさ、こう、はい、不正利用の対処でやけんなとかって思ってる部分の負の部分がちょっと大きくなりすぎてるんですねこれ。まあそれはしょうがないですよね。しょうがないか。別に世の中いい人だけじゃないですから別に。そうですね。それは別にフリー素材に限らずね、その街に出れば万引きするしてる人もいるでしょうし、そのお店で世の中悪い人って一定数いますから、それはしょうがないですよね。しょうがないですよね。いやなんか気づきがありましたね僕の方も。はい。なんかパクサ10周年になったんで、はい、やっぱ次のね、大川さんの考えてることとかそういうの聞きたいなっていうところはあるんですけど。考えてることですか。今後やっぱり今後のフリー素材モデルとか、はい、今後のフリー素材モデルとしては、うん、あのもうちょっとだけいい暮らしがしたいのでぜひお仕事くださいっていう。それだけ過去 切実っていう。あのやっぱコロナで僕もねフリー素材モデル業界も大業界なんで、うんね、できるようなモデルの仕事なんですか。まあ、声の仕事もさっき言ったように欲しいですし、まあ、正直何でもありますよ別に。バンジージャンプだろうがスカイダイビングだろうが、あ、なるほど、何でもいいのでじゃあお仕事を。そうです、あのあれ、あの例えばいいなと、今度引っ越しするんで荷物運んでくださいとかでも全然やりますね、うん、そっちまでやるのね。力仕事得意なんです。取材をどんどんいろんなメディアから受けてる時に、はい、まあ、当時、まあ、もっと前6年7年ぐらい前ってマジきつかったじゃないですかお金の面 で今なんかすごい自分が成長したなってその余裕ができたなって思う瞬間があるんですよ。お、何ですか。それはなんかその取材する時に、はいはいはい、新しい洋服を買うんですよ。もちろんその後、ね、その後私服で着れるものを買うんですけど、はい、なんか昔だったらじゃあ今度取材あるから久々に新しい洋服でも買うかなんて発想にならなかったんですよ。その金銭的な余裕がないからないからね。今はじゃあ今度取材あるから新しい洋服買ってそれ着ていこうとか、うんうん、あとはあのフリー素材の撮影もこれそうなんですけど、はい、今撮影前絶対あの、うん、美容院で髪の毛セットしてから行ってる。いやそうなんですよ。そうなの、そうなの、うん、それはそのフリー素材の撮影もあの、うん、取材もそうで、まあ、広告の撮影の仕事の場合ヘアメイクさんがいること多いのでそれはないですけど、そうですね、はい、そのフリー素材の撮影も取材受けるのもヘアセットしてからマーク行ってて、これなんか自分すごい成長してるなというか、はい、いやお金って大事なんですね。大事なんです。大事なんですね。ちゃんとね自分がやりたいことをやるためのお金を稼ぐって大事だなと思いますね、はい、言われて気づきました。岡さん意識高いですよね。やっぱりなんていうか、うん、フリー素材でなんとかね、フリー素材を始めたことでなんとか生活できるようになったんで、はい、それはフリー素材に還元していかないといけないじゃないですか。お、なんかいいこと言ってる、はい、いやもちろん今日はずっといいことしか言ってないですけど。言ってないですか。そっか、ね、フリー素材モデル始めて、はい、皆さんのおかげで仕事をいただけるようになって、はい、それを ね全部自分の欲望を満たすためだけに使ってたら、うんうんうん、人間としてもう終わりじゃないですか。まあ、まあ成長ないと呼ばれないしね。ああだから、ね、まあ、うん、もちろん言って稼いだお金収入全部じゃないですけど、はい、その中のね、まあ、大半はフリー素材をもっと良くするためにとか、うんうん、取材を受けるときによりねその、うん、より記事がよく見えるようにちゃんと髪の毛セットしていこうとか綺麗な衣装着ていこうとかってのを思ってそこにお金を使うようにはなりましたよね。使えるようになったというか使えるようになった、まあ、それでも意識づけないとなかなかできないもんだと思いますよ。どうですかね。いただいたものは還元していかないと、うん、皆さんのおかげでこうなってるというかなんとか生活できてるんで。いや皆さんのおかげですっていう発想もなかなかね皆さんなれないですからね、まあ、僕よく言うんですけど、はい、このまあフリー素材モデルの仕事っていう接客業だと思ってるんで使ってくれる人がいるからこそ自分をこうなんですか、うん、仕事をいただける
ていうことの流れになってるんで、だ誰も僕のフリー素材使わなかったら仕事来ないじゃないですか。だからそのフリー素材のぱくたそのユーザーってお客様がいて、はい、その延長として僕に仕事をいただけるっていう流れになってるんで、その きっかけをくれてるというか、僕を世に出してくれるきっかけをくれたぱくたそのユーザーの皆様にはもう感謝しなきゃいけないですよね、うん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 、そのためにはよりいいものフリー素材を取っていこうということで、まあ、いろいろ試行錯誤もしますし、前にはできなかった部分にお金をかけたりもしますし、うんうん、よりステップアップしていかないといけないですよね。いや、なんか最後にすごいいい話というか余裕ができたっていう話すごいいいですねそうなんだ、まあ、これ どの仕事でも共通すると思いますからね、うんうんうん、例えばそのウェブの技術者の方でもよりいいマシンを使うとか、うんうんうん、性能が良くなることで単純にスピードも速くなりますし、できることも増えると思うんで、うんうん、やっぱそれはどの業界においても、ね、余裕ができたらある程度は自分なりその余裕をくれた人たちに返していくっていうのは大事ですよね。そうですね。いやー、すごいいいこと言っちゃったなこれ聞いてる人みんな涙してるんじゃないですかね。涙してるっすよ。大川さんすごいかっこいい。大川さんのオンラインサロンあったら入りたいなとか言ってないですかね教祖様とか言わないですよね。それはやばいっすねそれはやばいし、やばい方向に、まあ、皆さんこれネタですからね、別に本気で僕オンラインサロンやると思ってないですからね。いやちょっとやってほしいですけどね、はい、いや人なんか来ないっすよ僕オンラインサロンやっても、うん、まあフリー素材になりたいって人自体がね、もう分も少ないですから、ね、だって僕のやってることに再現性ないですもんいやないんだよねそれさ、なんかね、人からなんかお金をいただいて教えるってやっぱ再現性があるからこそできるわけじゃないですか。再現性と金のものかな、お金かなないんだよね、うん、みんな学校に通う、塾に通う、習い事をするって、うん、再現性があることだからお金払って通うわけで、正直僕のやってることって僕だからね、良くも悪くもできたことがいっぱいあると思うんで、そういう人がオンラインサロンやってうまくいかないですよ。お金困ってるというかもしれないですけどね。ああ、そうか。誰でもインターネットで有名になる方法、あの、うん、テキスト1本5万円とかで売ってるかもしれないですけど、ね、それ情報商材じゃないですか、それそうなったら全力で止めてください。僕らのやってることって、結構ね、大川さん広報でいて、で、僕が運営でいて、Yuuさんがテクニカルディレクターでいて、なんか、大川さんモデルの仕事しかしないとか、Yuuさんはね、はい、あの、エンジニアしかしないとかってないじゃないですか。そうですね。はい、なんか こういう話題が出て、これって、まあ、ぱくたそ関係あるかないかは別としても、話題を中に振って、意見をして、お互いまとめて、で、こうした方がいいよっていう。はい、だから それがすごい、ぱくたそのがうまくいっている理由の一つなのかなとは思ってますよ。だから あれですよね、いい距離感で顔を付き合わせてやってますよね。僕がこれ独断上でやるとかってないじゃないですか。すしぱくさん、それアウトっすよとかって普通にお母さんに僕言われるしすいませんいや結構ねあるっすよね。まあこれ、はい、だからまあ厳密には もっといろんな人いますけど、これやっぱ3人っていうバランスがいいんですよ、はい、うん、あ、そうですよね。2人だと偏るじゃないですか。やっぱり2人でいいと思ったことに対して客観的に1人見てくれる人がいるっていう関係性がすごい重要なので、だからいいと思いますよ。ぱくたその広報っていう風にやってて、なんか広報っていう名目って何かあります？大川さん活動してる上で特にないですよね。いや特にないです。だって僕のね、なんですか、名前が出ればぱくたその、うん、そのなんですか、数字にもつながってくると思ってるので、まずは自分が頑張るっていうのが最大の広報活動かなと思ってますよ。はい、別になんか企業の広報 みたいに、企業の広報って別に個人が売れる必要ないじゃないですか、うんうん、そうですね、はい、個人が売れることでデメリットもあるかもしれないじゃないですか。その大元に光が当たらない可能性も出てくるじゃないですか、その注目の浴び方によっては。別に僕に関して言えば変に炎上したり、ね、ネガティブなイメージつかない限り、うん、露出すればそれだけぱくたそにプラスになると思ってるんで。これだけいろんな人たちに関わっててまだ炎上したことがないっていう、まあそれだけ尖ってないってことですよね面白みがないってことかもしれない尖ってるけどね、尖ってますよ。そうですか。でもね、まあ、これオフラインのところで大川さんがどういう発言してるか僕は控えますけど、はい、やっぱねやっぱね、それをねオンラインで書かないのはね、大川さんのすごい魅力的だと思いますよ。あ、そうですか。それを字の口の悪さをオンラインで出さない。そう出さないし、しかもそれに対して議論することについてすげえバランス感覚いいなって思います、はい、バランス感覚がめちゃくちゃいいと思いますよ。あ、はい、すげえなって思いますね。あ、やっぱこういうふうに考えるんだとかって、距離感の取り方とか考え方、その、
対人に対しても対考え方に対しても絶妙なバランス、うん、距離感を取るじゃないですか。そうだよなって思う、一般大衆って結局多数決っていう部分があって妬みとかが増えちゃうじゃないですか、はい、で客観的に見れなかったりするんですよね、うん、なんか僕とゴリさん、上のゴリさんと大川さんのセットがあるんですけど、大川さんがよくその時事ネタとかをそこにぶっ込んでくるんですよね。今流行ってる話題とか、そう、コロナの話題とかで、まあ、こういう風な人が発言してますよみたいなことを皆さんどう思いますみたいなのを大川さんが投げてくれたりもするんですけど、はい、でそういうのってコミュニティとかサービスを運用する側ってなかなか やんないと思うんですよね。会社の中の話しかしない、うんうんうん、じゃなくてぱくたそのいいところって、まあ、Yuuさんもそうですけど、なんかそういうところをネタにしてよく話してバランス感覚の共有をするって、確かにあれですよね、その僕がしぱくさんにこれどうですかって振るネタに関しては、はい、フリー素材の割合としては多分 0.1% ぐらいで、なんか今、はい、世の中がどういう価値観で動いてるのかっていうニュースが多いですよね。そうです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 。だそれが結果的にぱくたそがなんかその大きなネット上のトラブルを生んでないことにつながってるのかもしれないです。いやそれはね、すげえ昔はこれ OK だったけど今これやったら NG だみたいなこと山ほどあるじゃないですか。ありますね。めっちゃある。本当にある。今できないですよね。そうなんですよ。そういう価値観のすり合わせをね、しぱくさんといつもしてるので。そうです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 。それはいいですよね。いい。はい。活動になってますよね、いやなんかサービス運用する人たちってどうやってその継続性を考えるとか以前にそのコミュニケーション取るべきだって僕すげえ思いますね。何事にも興味ないんでその自分のこだわりがないっていうのはいいことだと思いますよ、はい、これはいいこれは許せないって出てくるとどうしてもそのなんか考え方にばらつきが出るじゃないですか、偏りが出るじゃないですか、はいはいはい、まあ出ましたね、はい、なんていうんですか、いわゆるその思想が出てくるというか、そういうの僕一切ないんで、単純になんか最近これ話題になってますよって意味でみんなに共有しますもんね、はい、そうですそうですそうです、あくまで僕がこれ面白いっていうよりはなんかこれ話題になってるんですよねっていうのを、はい、そうなんですかって僕が返すと、え、すしぱくさん知らないんですか、これもう1週間ぐらい前の話ですよみたいな、そんな感じですよね結構あります、ね、結構ありますよ、あれどうなんですか、はい、僕これ3回目なんですか、これ3回目ですね、3回目ですね、僕の収録が何本撮りになるか なるか分かんないですけど編集で、はい、今後はどういう人が出てくるんですか、今後は一応ゴリさんとはやろうかなと、はい、ゴリミーのゴリです、ゴリミーのゴリさんですね、あとは川村ゆかさん、はい、ゆかちも、私出たいですって言ってたんで、トップモデルの一人ですからそうですね、随分撮ってないですけどあとそういう発言いいんじゃないですか、はい、あとはあかねさえさん、最近クラウドファンディングで写真集を制作してる、はい、さやさんも出てもらおうかなって言ったら、あ、出たいですって言ってたの で、 あれです、ね、タイミング的にもいいのかなと、はい、川村さんも茜さやさんも2人ともクラウドファンディングで写真集を作ってるってい う、 こう共通点があるわけですかね、確かにですかね、対談に関してはそんな感じですかね、進めていく部分は、はい、これ好評ならその、はい、いろんなねゲストを迎えして、はい、例えばね旦那さんが出てくるとか、あ、旦那さんいいですね。ゆうせいさんが出てくるとか、まあ、いろいろ、あ、いいですね。いろいろご紹介できたらいいですよね。はい、これを機に。そうですね。はい。このぱくたそラジオは、他の人たちに聞いてもらうっていうのはもちろんそうなんですけど、ぱくたその内情のを、僕いっぱいいろんな人たちと関わってるんですけど、一切話してないじゃないですか。はい。で、その人たちに少しでも伝わればいいなって始めたラジオなので。なんか名刺代わりになればいいですよね、我々の。そうそう。いやでもあれですね、ゆうせいさんと大川さんの会やりたいですね、絶対面白いですよね、いつもやりますよ、絶対ゆうせいさんがねすげえ面白いんだわマジで、あの人めちゃくちゃ喋りで人ですからねそこ上げないんですか、いいね、ちょっとゆうせいさん次やりましょう、大川さんいいですね、はい、じゃあというわけでぱくたそラジオ第3回、以上となります、今日は大川さん出演ありがとうございました、いえいえこちらこそありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。